ですね、このターゲットマーカーを利用して表面に着陸をする。ここら辺はハヤブサの経験がありますので、それをフルに利用してですね、確実に失敗しないようにですね、着陸します。で、このサンプルを取るのも、まあ、若干工夫するんですが、ほぼハヤブサと同じやり方で、まずは表面の物質を取るということをします。はい。で、その後ですね、新しい試みです。先ほどのショート装置、これですね、これを切り離します。で、これはゆっくりとですね、小惑星に向かって降りていくんですが、これを切り離した後ですね、ハヤブサ2、探査機の方は急いで移動するんですね。探査機は移動していきます。で、どこに移動するかというと、この小惑星の影ですね、この衝突装置から見えないところに移動していくと。今ここに見えてますけどね、だんだん移動していくとこれが見えなくなります。はい、見えなくなります。そうすると、衝突装置が爆発をすると、上空で爆発します。で、一発大きな弾が飛んでいってですね、で、バラバラになって危ないので、探査機退避するんですが、ここにですね、クレーターができる。大体、直径がせいぜい数メートルですね、小さいです。3メートル、4メートル、ぐらいのクレーターができて、そこに着陸をしたいな。これが難しいですね、相手が小さいので。はい。で、このクレーターの中からですね、サンプルを取りたいというわけですね。要するにこれ、深さは多分50センチぐらいしか掘れないんですけれど、地下のですね、物質をぜひ取りたいというわけですね。この小惑星の表面というのはですね、太陽の光が当たってますから、物質が変質しちゃう。